そして、アビスパ福岡愛染さん、こんばんは。えー、今週も、ユーストリーム・インサイド・福岡の時間がやってまいりました、えー。司会の中倉です。よろしくお願いします。えー、それと、全国130万人のサオリちゃんファンの皆様、大変失礼いたしております。えー、本日ですね、えー、他の業務がちょっと立て込んでおりまして、えー、ちょっと押してしまいましてですね。 ざ、えー、申し訳ないんですが今日こちらの番組に来れないということで先ほど連絡がありましたので、えー、今日は、えー、私一人でやらさせていただきたいと思いますあの後ほど素敵なゲストも来ておりますのでね、えー、いつまでもあのむさ苦しい、えー、僕の顔と声だけではありませんので、えー、それはお楽しみにしていただけると,と思います、えー、それから今日天候悪いですけれども天神きらめき通りを歩きの皆さんもこんばんは今週もよろしくお願いいたします、えー、この番組は福岡の街で頑張ってる人たちを 福岡の街に住む私たちが応援しようという言葉をキャッチフレーズに福岡のスポーツシーンで活躍されている皆さんをお招きいたしましてお送りする一時間のスポーツ情報番組です今日もですねあのー、素敵なゲストとともにお時間過ごしたいと思いますのでよろしくお願いしたいと思います、えー、っとあ早速来ていただいておりますが、えー、さっき誰だったかな え皆さんえー、っとモンジュさんこんばんは沙織さんがいないということですけど、えー、先ほど言いましたような関係で今日はちょっとお休みさせていただいております、えー、ロボコンさんもこんばんは今日は中倉さん一人なんですねと一人なんですはいえー、いないことの指摘はあるんですが中倉さん頑張ったねっていうあの 格好がないのが非常になんか複雑な感じもしないではありませんが、あのそういうことで今日やらせていただきますのでよろしくお願いします。あ、皆さんどうもこんばんは。昨日ありがとうございました。あのご挨拶来ていただきまして本当にあの嬉しかったです。またよろしくお願いしたいと思います。えー、あ、安永さんどうもいつもありがとうございます。えー、今日もねよろしくお願いしたいと思います。えー、それじゃあですね、えー、昨日の今日ということで、えー、この1週間で、えー、2試合あったんですけれども北九州戦とですね。 それから昨日の富山戦と。えー、ということで、まあ、あんまり過去のことを振り返ってもしょうがないので、昨日の試合です。はい、えー、まだ興奮冷め,らない冷めやらない方もいらっしゃると思いますが、福岡、富山戦3対2で、えー、福岡、逆転勝ち、今季初の逆転勝ちですね。えー、あと、まあ、先にちょっとざっと結果を見ていくと、意外とです下、ね、位チームが上といい勝負してますね、岐阜、千葉。 引き分け町田と鳥取は下も何ていうか裏天皇座みたいなところですけども、えー、と甲府山形は直接対決で0ゼ0ロゼロ徳島が湘南と引き分け京都は松本に敗れたということですねそれから大分と東京直接対決は大分の勝ちということで、えー、上位6チームも、ね、混沌としてますけれども、えー、我々アビ,スパさ、あのー、アビスパに関わってる人間にとっては、えー、とにかくもう最高の勝ち方だったかなと。 いうことだと思います。まあ内容運動を言っていくと、いろいろあるんですけども、まあ。そんなことを吹き飛ばしてくれるようなね、え二人のスゴールだったかなと。いうふうに思いますね。で、まずちょっと順位を見ましょうか。<お>こちらが順位ですね。ええ甲府が首位です。勝ち点五十八。え京都が五十五。ええ、湘南が五十四で三位。大分が五十四で四位と。 東京が53で5位に落ちて山形が52で6位と千葉がちょっと落ちてきましたね千葉が7位51位栃木は相変わらずしぶとくこの辺にぶら下がっているという感じですね、えー、徳島が14位で38アビスパ福岡昨日勝って勝ち36位伸ばしましたけど順位は15位ということです九州関連では北九州が12位熊本が17位ということですね上位どうでしょうかね6チームいつも言ってますけど 私はやっぱり最終的に負け数があの順位を決めるのかなという感じが実はしておりましてそういう意味では、えー、甲府、湘南、山形あたりかなと最終的にですねやっぱこの9敗とか11敗とかにはちょっと多いような感じがします、まあ、考え方ですけどもね、えー、ただもうこれから終盤だんだん勝てなくなってくるんでですね上位チームも J2 の特徴ですけども今回は JFL との入れ替え戦がありますが、えー、例年だとですねもうその昇格に関係なくなったチームがもうそこにだけ負けたくないということで、あのー、やってくるのでですねいわゆる通常のセオリーが通用しなくなったりするケースがありますのでこれから厳しいところなので引き分けられるチームの方が有利かなという感じはしますねはいそんなことです。 えー、それから、バッテリーが。いいよえー、じゃあ、皆さんもいろいろと、昨日はね、皆さんもいろいろ感じてらっしゃると思うので、ちょっと囲み読んでみましょう。あ,ありがとうございます。中谷さん、頑張ってという声がたくさん入ってきました。ありがとうございます。<laughs> いや非常にありがたいことです。<laughs> はいえー、それからですね。 えー、ケロさん、モンジュさんですね、タニシさん、えー、マナさん、えー、それから、尾藤ジュナさん、勝ったーと書き込みしてくれました、ありがとうございます、えー、それから、えー、アビスパ、逆転勝ち、トリニータも3試合ぶりに勝った、うん、いいことですね、えー、中村さん、頑張って、ジェイズゴールの記事泣き、泣けましたあ、どうもありがとうございます、えー、それから、トリニータ4位、あと1分、ということですね、トリニータファンのサポの方ですかね、きのうのアビスパの試合ですけども、まああのー、始まった瞬間はですね、 あらまたいつもみたいな点の取られ方だなと、まあ、監督も振り返ってましたけどもあの悪くない張り方したんですけどなんかへっていう感じで点を取られてでその後もですね昨日はあのロングボールがだいぶ減ったんですけども、えー、1点取った後ボールをほぼ一方的に持っておきながらシュートまで行けないというですね確か前半2本しかシュート打ってないんですけども、えー、そんな状況でゲームが推移しまして、えー、これは持ってるけれども。 仕掛けられないいのかねっていう感じでしたがただ、j イ z ゴールのレポートも書きましたけどあの唯一の光というかですねその中でもやっぱりオズマール選手がボールをもらえばとりあえず何かチャンスを作るとやっぱあの辺がですね何か、もしかしたらというか続けていればやってくれるんじゃないかみたいなその彼の,その前半戦の,あのチャンスメイクのところというのはあのチーム全体にあの大きな力になったような。 えー、気がしますね、あのー、前回出た時もあるいはその紅白戦でもですねかなりその前でいいプレーをしていましたので、えー、いつかやってくれるという雰囲気を漂わせていたのがやっぱり一つは大きかったかなとそれとやっぱりあの富山が勝ててないということもあって後半の頭ですねもうべったり下がってくれたので、まあ、あの辺もあのアビスパがリズムを取り戻すいい,い,いの背景にあったと思いますが。 でも、そこでやっぱり、ね、7回まで点が取れなかったところでオズマールがその守り固めてる相手に対してヘディングで取ったというところそれとやっぱり石津選手ですねなんといっても昨日は石津選手だったと思いますけれども、あのーまあ、新加入の選手が取ったそれから石津選手、まあ、今年度の新加入ですけど、まあ、いわゆるルーキーが、えー、もうなんというかはつらつとしたプレーで2点を取ってくれたというところがあの非常にチームにとってすべ、えー、てをこう なんかリセットしてしまうような感じにさせる、えー、あの勝ち方だったと思いますね。えー、それから久しぶりに昨日はみんな笑顔で終われましたね。そうでしたね、えー、それからロボコンさんトイレこぼしが命取りになりそうですね。と、えー、アビスパ11ユースケさんこんばんは昨日声かけられてよかった。えー、っと 昨日声かけていただいた高校生の方ですよね、多分ね。どうもありがとうございました。すごい勇気もありました、昨日あのごあのいさつしていただいて、本当にありがとうございます、僕らも頑張ると思いますので、ね、これからもずっとお付き合いしてください。えー、それから、あゆみさん、えー、今季初の逆転勝ち、えー、ケロさん,さん、オズマールの仕掛ける姿勢、サポーターの声を受け止めている。 受け止めてててくくれれいることとを感じさせてくれましたねとあのオズマール選手はですね、まあ、プレースタイル昨日ミクスゾーンで話を聞きましたけど自分のプレースタイルは1回行って2回行って3回ミスしたってまだ行くのが自分のプレースタイルでだって最後でもしかしたら手になるかもしれないじゃないかという話をね昨日してましたけどもあの非常に何て言ううんでしょうこういうこと言うとブラジル人の方は失礼ですけど、まあ、真面目というかですね あのボ,あのボールをとにかく追いかけるし安倍さんにとってはいい補強ができたのかなという感じもちょっとしてますですごくそのサポーターに対するやっぱ感謝の気持ちというのは非常に強い選手でやっぱブラジルはいろんな意味で日本と違いますのであの、まあ、厳しくもあり、えー、いろんなことあるんですけど非常に日本のサポーターに来た時から感謝してましてだから全勢力を安倍さんのために使うんだって言ってますけどそれを昨日の試合は、ね、本当に見せてくれたんじゃないかなと思いますね。 それからマナさん、オズマール、石津君初ゴール目の前で2人のゴールが見れたのは嬉しかったですと、えー、オズマールを絡ませた攻撃ができるかどうかですねとここそうです、ねど、どう出ますかね、これからねあのオズマール選手とそのコンビネーションを高めるっていうことに集中するとあと12試合なんでちょっとどうかっていうのはありますね。だから彼の力を存分ににかすには 一定のところまで作ったら彼に任すっていう形がいいと思うんですけどもそれがだからうまくチームとしてやれるかどうかっていうところは1つあると思いますねあ,のあんまり頼りにしすぎてもいけないしあのゆっくりゆっくり攻めていくと彼が動き出すスペースがなくなっていくんであのでそれはちょっと損だしどのタイミングで彼に預けるかって一の1つポイントになるのかなという、えー、感じがしますね少し気が早いけどオズには来年もいてほしい確かに契約は今,年今シーズン限りだと思うので これはまあフロントの仕事でしょうね、あの今からお金集めてこないとあの持っていかれるので、えー、それを十分承知しておいた方がいいです。おそらく今来ているブラジル人はオズマールに限らずです、ね、ビッグネームは別ですけども、今この時期に日本にやってくる、おそらくその名前の知られていないブラジル人というのは、おそらく安いお金で来ていると思います。あの売り込みとかですね、以前、アビスマにはそういう選手いましたけど、シーズン終わるまではほとんど金なくてもいいみたいな感じで契約をして、その代わり翌年上げてねという。 でそのチームと契約できなくてもどこか買ってくればそれでいいという、まあ、デモンストレーションみたいな形になりますのでえフロントは今からお金を集める算段をしとかないといけないです。取られちゃう可能性はあります。J2 だったらやれると思いますね。えー、それから石の鈴の2ゴールは思い切りにファインゴールでした。これですね、あの皆さんももう記者会見のテキストをご覧になっている方はご存知だと思いますけどもえ北九州戦でシュート打てなかった時にですね あの左足を振り切れなかったってことで非常に悔やんでましてこの日はあの試合前からコーチに絶対に今日は振り切ってやるっていう話をこうしてたそうで特に1点目はね思わず記者からもう一回でってこう叫びましたけど当たってこぼれたボールをですね躊躇せず振り抜いたあと2点目もですね 僕は非常あれもうワールドクラスに近いんじゃないかと思うんですね相当速い縦パスがスパッと足元に入ったんですけどもそれを本当ワンタッチで止めて振り向いて左足のちょっとアウトに欠かかったと思うんですけど狭いところを外側から内側に打ってそれがまた外へ逃げていくみたいなシュートでサイドネットで突き刺されましたけどもまあ見事でしたね、まあ、石津らしいというか、えー、学生時代からあのエリアでの彼のプレーって非常にあのゴールの嗅覚が鋭いところがあって。 ええ、特別支援選手の時も、あのエリアの中、あるいはエリアの付近からのシュートっていうのは独特のものがありましたんで、昨日はもう彼の特徴が存分に出たゲームだったかなと思いますね。で、何しろそのね、物心がついた時に、親父さんと一緒にあそこの a 席で騒いでた。選手ですから元々、もともとはで、ここで試合をしたいなっていうのが始まって、それが。 いつかプ,ロにもしかプロになりたいなから始まってプロになれるってなってそしてアビスパへ来て今彼がかつて抱いた思いと同じことを思ってる子どもたちの目の前で2ーーゴールで見せたっていうのはまあ本当できすぎの物語みたいなもんですけどもあの本当にいろんな意味でねアビスパ・サポーにとってはたまらない2ーゴールだったと思います。 これ言ってもいいよ、ね、あの昨日ミックスゾーンの時にですねミックスゾーンで彼をかがんでるか囲んでた時に、まに、あ、一通りインタビューが終わって、えー、サポーターにもいろいろ感謝の言葉をあの言ってまして、えー、最後にとにかく皆さんがねあの、結果が出ない時も声をかけていただいたのが僕の励みになってましたって言われたので、そりゃそうだ、お、ま、前、あ、サポーターには感謝しろよって言ったら、いやいや、皆さんですって言われたんですね。ちょっとびっくりしましたね。えー、だけどやっぱそういうい気持持ちをっってる選手だ とということだしあの多分それはこれからもプレーに出てくると思うんですね、えー、当然本人も2得点では満足しないと思いますけども、えー、これからもねどんどん大きくなってアビスの中心選手になっていければなと思います、えー、それから残り12試合チームとサポーター一丸になって昇格への後押しをしましょう奇跡を起こしましょう、まあ、ここまで来てもそこを目指していくしかないですね それから何より日設グループさんと市職員の皆さんの前で勝っててよかった、うん、これは確かにそうですねあの胸スポンサーついていただいて最初のゲームでしたから、えー、ここで勝つのか負けるのかっていうのはやっぱりねいろんな意味でやっぱ買ってよかったと思いますしかもあの、えー、会社勤めの方はよく分かると思いますが会社にとってそのいわゆる企業カラーっていうのは絶対譲れない色なんですね で昨日ちょっとお話しされてましたけど、西鉄のカラーはブルーなんですよね、それをアビスパのために白に変えてユニフォームにつけてるっていうのは、えー、我々が思っている以上に会社というあの西鉄グループさん側は相当な決意をされてると思います。あの別に白で抜いて青で変えてもいいわけですけども、それをあえて白地にして、えー、っていうことは相当なあの思いでつけてらっしゃるので、まあ、そういう中で本当に気持ちが見せた試合でね、よかったなと思います。 ただ、まあ、あえて課題を言えばそれでも2点取られたということと2点の取られ方はやっぱり今までと変わってないというところがありますので、えー、ただ、その今までのメンタル的なところは払拭するような勝ち方はとりあえずできましたから、えー、勝ったからこそですね冷静にその失点のところをもう1回見直して、えー、修正をしていくということが残り12試合、ね、大事なんじゃないかと思っております。さててそして 節ですすねもう1回ホームゲームムゲあります第31節、今度は松本山がいてですね、この前、阿部で引き分けましたから、何としても叩かないといけないです。8月26日、日曜日、キックオフ19時からです。場所はレベル5スタジアムで、いつものように交通はシャトルバスが出ています。天神日銀前19番の A からバスターミナル1階の14番、それから地下鉄福岡空港駅の4番出口から出たところに、えー、バスがあります。この前サプライズプレゼントで選手があの福岡空港からのバスにですね選手を乗っかって、えー、ファンサポーター皆さんもお迎えしましたが、えー、もしかしたら次も。 サプライズあるかもしれないし、もしかすると高宮遥さんが乗ってるかもしれないし、あのー、とにかくまずは西鉄に乗るということでですね、えー、お願いしたいと思います。あの健康のために、えー、福岡空港駅辺りから歩いていらっしゃる方もいらっしゃると思いますが、ここはとりあえず西鉄に乗るということでね、えー、ぜひご協力をお願いしたいというふうに思います。ということで、 え今日はえ素敵なゲストを2人に来て,おり、ま、来ていただいてますので、アビスポンの話はとりあえずこのぐらいにしまして、あこれもいきますか。えーえー、ちょとピント合わせるの難しいかな。1個580円です。ワンピースストラップ。 1え一個580円なんで手ごろだなと思って3つ買ったら当たり前ですけど1700い,いくなんて全然手ごろじゃねえとか思いましたけどまあ1つ580円なんでねぜひあの皆さんお買い求めてくださいほんとこれなかなか可愛くて素敵ですで自分でちょっと55のおじさんつけてると気持ち悪いかなと思ったんですけどこの妙にですねもう1個つけてるこのスカイ東京スカイツリーで買ってきたのこのドラゴンの あのストラップとですね、このワンピースのストラップが何ともこう妙にマッチしてですね。顔がちょうどピン立ってます、ね。顔向けましたか。こんな感じです。昨日あのサオリちゃんも一緒に試合見てたんですけど、一個580円だから三つ買うのは高いから一つにしようっつって選んでいたらですね、阿比斯の純幸一の言葉に。 作品に載せられて結局見つかったっていう <laughs> <laughs> のもありましたけどまあそんなことでねぜひアビスマまたこれから応援よろしくお願いしたいと思います、えー、それじゃ今日ゲストの方をお二人お呼びしたいと思います、えー、福岡ジャイアンクラスの川村真理選手と佐藤楓選手ですよろしくお願いします それじでは、えー、今日はアンクラスの二人に来ていただいてます、えー、じゃあとりあえずいつものことですけれども自己紹介からいきますかねじゃあ河村さんから自己紹介いきましょうカメラはどっちですかねこっちですはいえっと背番号七番の河村麻里ですよろしくお願いしますよろしくお願いしますじゃあ佐藤さんこのカメラですえっとフォワードの十番佐藤楓ですよろしくお願いしますよろしくお願いします えーとですね、多分大丈夫だと思いますけど、あのカラオケと一緒なのでここへこうトンとんとくと音がでるんですけど、こうだと音を拾わないので、はい、カラオケを歌う要領で喋っていただくと綺麗な音が入ります。はい。はい、大丈夫です。えーっと、早速来てます。川村さん、佐藤さん、はじめまして。こんばんは。今日はよろしくお願いします。と、えー、それから、えー、こんばんは、しんちゃん、かいでちゃん。 ということでね、これからもいろんな方、あの皆さんあの、ぜひご質問等ありましたら、ツイッターでどんどんあの書いていただければ、えー、お話しできることはお話し,しますし、お話しできないことはできないんですけど <laughs> あの、えー、皆さんの満足いく範囲でお答えしたいと思いますのでね、よろしくお願いします。どうでですかそのワールドカップで昨年日本優勝して なで,しこはですねでまたオリンピックで決勝まで行ったということで、えー、アンクラスも、えー、地元のテレビ局に取り上げられたりとなかなか自分たちの周りの環境が変わってきてるなってことを実感してると思うんですけどどうですかまずそんなところ、はい、川村さんから。そうですねメディアのフォームなんですけどやっぱり、はい、あの試合の,、うん、あのサポーターのははいい皆さんのはい、はい。うん 人数がもう本当に増えたっていうこととやっぱりスポーツしてるサッカーしてるっていうとなでしこっていうふうに結構こう食いついてきてもらえるというかはいなるほどねサ藤さんはどんなふうに変化感じてますかそうですね、うん、まあ自分もその人そのサポーターの方が増えたっていうのもありますし、はいはいうん まあ、あとは環境も良くなってきてサッカーの環境もすごく今、充実してます。とえーあえー、ところで安田キング君さんってあの船に乗ってる仕事をされてるんですけど、えー、海の上からこんばんはということです <laughs> <laughs> だから博士さんはいつもワンクラス試合見てらっしゃる方なんですけどーアンダー2 0ワールドカップで楓、えー、<ー>選手のプレーを見たかったと。あ ちょっとね、今回は、ね、あれでしたけど、はい、でも、今度は次はフル代表がありますからね。はい、どうですか、あんな2 0のワールドカップちょうど今、日本でやってますけど、ねえー、と今、フジテレビは CS 含めて全試合,生全試合中継ということで、まあ、連日、新聞でも、ね、扱われてますけど河村さんは2つ前の大会2008年。 あの頃と比べると全然この、この,このなんか扱いが違うっていうか <laughs> まあでもやっぱりワールドカップでなでしこが優勝して、はいうん、でやっぱり日本開催っていうのが一番大きいと思うのでまあ、うらやましいですよねうん、うん。<laughs> えとちなみにもう女子サッカーをずっとご覧になっている方はもうよくご存知だと思いますけど2008年のアンダー2 0ワールドカップには河村さん出場されまして、えー、とさっきもちょっと控えして話していたんですけど、えー、せっかくのゴールが公式記録でオウンゴールになってしまったというです、ね、<laughs> 生中継を見ながらよっしだったとか言っていたらあのゴールが消えていたという、まあ <laughs> はい、そういう、ね、思い出もあるんですはチリってどんなところだったんですか わとにかく暑かったのを向こうもやっぱりアンダー20の大会でも男子もそうですけど観客という意味ではそんなにやっぱりあれですか、ね、そうですね、うん、そんなにやっぱり多くはないですけど、うん、でもや応援してくださってる方はいたのでなんかチリ大会で、まあ、大会も含めてなんか思い出みたいなのはないですか 思い出れですか「う,かうわびっくりした」みたいなこととか。なんて言うんですかね空港着いてからホテル行くまでの道のりで、ええ、やっぱりこう結構最初出たばっあの、うん、空港からすぐのところは「はい、えこんなところなの?」っていうようなところから。 まあ行ってみるとああそうでもないかみたいなああなるほどはいへえ落差があるっていうかそうですね街並みにだったりちょっと川も川なのかちょっとなんかすごい濁ってたりとかだったんで最初は結構驚きました着いた時にはい佐藤さんは去年のアンダ19のアジア大会にはこう一緒に行ったと思うんですけどあれはベトナムはいベトナムですねベトナムはどうだったですかベトナムは すごいバイクがだから来た時に、ええ、そのバイクしか通ってなくて布団、はい、とんど、はい、でその普通のバイクに4人とか 2>、うん、え <laughs> 2人じゃなくて4人二人よ普通2人とかじゃないですかなのに4人とか。 <laughs> <人>すごい爪爪で乗っててすごいなって思いながら見てます <laughs> 4人ってちなみにどう乗るんですか足元に1人足元に1人はいいるんですよ<う>立ってるんですよ立ってるんですこうハンドルあっててここにもう1人立ってるはいで <laughs> その運転してる人は結構前のめりで、はい、ああこんな感じで、はい、でその後ろ2人が頑張ってぎゅうぎゅうに詰めて乗ってるっていう ハハハハなるほどねお二人とも食べ物なんかどうでしたチリとか南米なんか日本とはまあ全然違うと思うんですけどチリはどうでした食べ物ってそうですねあんまりこう苦労した思い出っていうんですかがないので、はい、ああじゃあそんなことなかったんですね、はい、ベトナムはどうです も美味しかったです。あ<ー> <laughs> なんか中華中華ああなるほど中華っぽいなんかそんなのがいっぱいありました。えー、と佐藤さんはあれと猿のアンダージュキの代表でも海外行かれたことあるんです。去年でしたかね。ええー、去,去年ですかね。あれはそれはブラジルはいブラジルです。ブラジルどうでした。ブラジルもうサッカーちょっとまずブラジルで誰でも頭をかぶんですか。日本人は はあ、ブラジルはなんかシンプルな街でしたはあ、ええ、シンプルシンプルシンプル白 <laughs> 白あああの <laughs> あんま変わるのなく白みたいな白っぽいでみんな、ええ、みんなそのサンダルなんですよ絶対ビーチサンダルみたいなはい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 であとはどうですかね、ま ホテルはめっちゃその豪華で。ええはい、でも料理がちょっと。自分には合わなかったです。ええ、はい、あ。味濃いとか薄いとか。なんかしょっぱいとかいろいろあると思うんですけど。ブラジルってどんなんですよ基本的な味っていうと。薄くて。あ薄いんだ。はい、は。硬い。い <laughs> 薄くて硬い。<laughs> はい。薄くて硬かったです。ええ、でもなんかブラジルって味薄いイメージないですか。なんか買ったイメージですけど。 なんかブラジルってすごい濃そうだなって感じ <laughs> ですけどなんか日本で醤油とかが味濃いじゃないですかだからそのブラジル行ったらすごく薄くて自分持ち物でその和風ドレッシングを持ってたんですけどそういう薄い 味のやつに全部こうかけてて食べてて、ええ、もうみんなからそのドレッシングかみかみ言われて。<laughs> <laughs> 持ってきてよかったなって思いました。本当に <laughs> それがないと生きていけなかったです。これなんか聞いたことある。なんかあの。こ、こ粉まぶすでしょ。粉ですか。肉肉。えっ、ー、とキャサバっつったかな。うん、とうもろこしとか芋の芋をこう。細かく粉みたいにしてきな粉みたいにして。 えあれなんでかけるって言ってたかななんかねなんか言ってたうんそんなのはなかったですホテルにははいあとは僕らのイメージだと豆ですねフィジュアーダはいんか豆料理スープみたいなあったんですけどいや無理でしたねドレッシングかけても無理でしたあそれは無理でしたじゃああれだな日本の料理ブラジル人美味しいんだろうなえっと ん遅れめるあそうね。これ誰だリモリモ<ん>これ違う古いやつだねえー、<laughs> ベトナムはバイクや自動車があ車さっきのですねバイクや自家用車代わりですね<ー>でアンダー20っていうともうなんかあの…去年の今頃とは別人になっちゃった人が今の今。 いますけど、どうですか南さんんご覧にななっても、か連日新聞のこうバーンとこうね「さわにせとか出ますけど, <laughs> どす,すごいと思います、うん、しかもめっちゃかっこよく写ってるから<ー>すごいですよねそうですね、かっこいいやっぱかっこいいとこあの、きっと写真集をこうやって選んでかっこいいとこを流思うんですけどね、うん アンダー2のワールドカップという意味では河村さんはまあ経験されてらっしゃるわけですけどもはいど,、ままあ、どういう大会って聞き方もなんですけどどんな感じなんですかは<ー>、うん、やっぱりそんなにやっぱ自分も、はい、こう他の国の人との試合とかっていう経験がやっぱりこうまだまだ少なかった時だったのでやっぱり自分がどれだけ なんかやれるのかっていう部分とあと、やっぱりチームでもちろんメダルを取りに行くはないくっていう感じでやっぱりまあ自分的には本当本当にどのくらい通用するかっていう部分をすごい考えてたのはありまあでもそうですよね本格的に世界とっていう意味じゃねあの 今のチームはアンダー1 7の時に準優勝してるチームですかねで,すでもやっぱりアンダー1 7と、まあ、同じ世代といったって2年変わればねだいぶ中身も変わってくるでしょうしね特に女子は体格の差って海外とどんどんついちゃうから、まあ、せっかく日本やってるんで、ね、頑張ってほしいところですけどねちょっと質問来てますね。 えーと河村さん、今シーズンから背番号7をもらったときはどんな思いでいましたかと。そうですね。ええ、いや、だってえ、うん、初めてですか、番号変わったの、ひょっとしたら。そうですね、まあ、ずっと23だったので。ね、ですよね。<laughs> はい、<laughs> どうして7にな,なったんですちなみに。 自分が、その、もう。ずっと怪我とか続いてたっていうのもあって。まあ、監督に。ちょっと。ちょうど今年、あの。怪我からの復帰っていうタイミングもあったので。なんていうんですか、あの。気分転換したい。気分転換というか、そうですね、なんか。新、は、規、いはい、でん、というか。したいんで、はい。 ちょっと変えてもらえませんかっていうの。がきっかけで。変えてもらいました。今ふっと思ったけど、なあって監督つけてたんじゃないですか。<laughs> そうですね。そうですよね。<はい S 1> その後つけてませんで、誰かつけてたっけ。監督引退した。<あの S 1> 今あのユースの監督を知る。ああ、山本さんがつけてたんですかね。<はい S 1> そうです。そうですね。じゃあ、もう監督の。現役時代の監督にあや,やかって。 ああ、超えますね。超えたいです、私は。はい、ま知ってる人は、まあ、本当に。監督がずっと七を、はい。福岡で七といえば。川島っていうのがあったので。変えたいと思います。佐藤さんは、もちろん監督現役の頃は、もう、わからないでしょう。い知ってますよ。あの、九州リーグ。はい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 。その、自分も、その、入ったばっかり、の時とかに、まだ。 まだやってましたからね。はい。でそのコーチ兼かなんか選手みたいな。はい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 。すごいなと思って。<laughs> 結構怖かった。今より怖かったんじゃないかな。<laughs> いやなんかもうハーフタイムとかで、うん、でも見てた感じすごい怒ってて。も知ってる人はみんな笑いますね <laughs> はーはー。でも多分その頃はあちまですけど、はい、多分もう出会った頃は。うん もうう優しいいってふ逆に私もまだ違うチームの時はああその試合とかの試合中にもうその怒り方というかもう本当怖いなって思いながら試合してたので僕初めて見たのは2000年だったと思うんですけどねなんか見に行って言ったらかハーフタイムにワッと集めて。<laughs> <laughs> わるな <laughs> いやいやまだ後半だけどなんか <laughs> そんなに怒って大丈夫かなみたいな感じでしたけどね <laughs> 見てませんように <laughs> ただねあの写真、ま、いつも言いますけど写真の撮りづらい選手だったらですねボールがとにかく持ってないっていうかもう来た途端にダイレクトでもうボール出してしまうんで<ー>なかなかそのボールを持ってる写真を撮ろうとすると撮れない。 ですよ、非常にあのワンタッチでボールポんンポんンポン回す。すごい。あの上手な、当たり前ですけど。まあ代表候補になったんでね、まあ。<laughs> あ<ー>ですけどね。知らなかったですか、代表断った話。河村さん知ってますよね。代表断った話。あんまり聞かない、ね。えっとね、今と違って。えっ、ー、と、代表選手に一投が出るようになったって、実はそんな、もう本当ごく最近の話。なんですよね。えっ、ー、と、メキシコの。 メキシコと,、えー、とワールドカップのプレーオフやった時ぐらいから日トが出るようになったんじゃなかったなそれまでは日トが出ないんですよで確か川村さんこっち川島さんが帰ってこられた頃だから99年とか2000年の頃に巡回で来られた曲の方が「広、え、報、ー、合宿においで」と言ったんですけど当然高合宿に行くには、えー、と自分でお金用意して、うん、過ごしないといろいろ過ごしなきゃいけないしその間のバイトができなくなるから あの二週間いなくなるとご飯が食べられなくなるんで、あの断いけませんちと断ったっていう有名な話があるんですけど、当時はまだそんな感じだったんですよ。ほんの十年くらい前はそんな感じ。すごいです。だいぶ変わりまし、ね、もうこの五年ぐらいですよね。であの全日本選手権もほら広島でよくやるでしょ。準々決勝とか広島でやるんです。あの女子のえっ、ー、と広島で僕が取材に行って僕以外の記者がいたっていうのは。 えっと、この2年ぐらい全日,本全日本女子選手権の準々決勝の広島会場に行くといつも僕が1人でいるっていう感じで,でベレーザーが来るとちょっと何人かいるけれどもっていうのがもう本当それ3年ぐらい前の話ですよだやっぱワールドカップで勝ってねいきなりあれ、まあ、いろんなタイミング良かったんですかあれあの時確か、えー、南米選手権に 男子の代表がちょうどあの時期行くことになっていてで震災の影響で行けなくなって、えー、NHK の枠が空いてでちょうどそこに女子ワールドカップがあってでそのまま流してだからあの解説の皆さんも結構 J リーガーの人が多かったでしょであの大会の前はほとんど女子サッカー関係者の方が喋ってたので一般の人が知らない人が喋ってたんですけど、ね、今度はだから一般の人が知ってる人が喋ってくれたんで、まあ、いろんな人が タイミングはね、あったと思いますけどね。えー、僕ばっかり喋ってしょうがないので、ええー、と楓さんに。薄くて硬い、どれにかけるドレッシングの種類は。種類。覚えてないですけど。<laughs> ピエトロですかね。<laughs> ピエトロってなんですかね。あの、ピエ,ピエトロ。ピエトロ。ドレッシングの。ングのピ、ね、いや、あの、福岡のメーカーさんっていうか、その地下のそこにも、地下街にもあります。 <laughs> あれ福岡だけかなって思って。わかんない。いやトレッシングの種類とか、うん、とりあえずここどれ <laughs> ごまドレ。ごまドレじゃないですもう和風です。和風,和風醤油。醤油味の和風。和風,和風だそうです。はい、何でもしょ、はい、世界に限ったレしょです。<laughs> <laughs> 何にかけても美味しいっていう。<laughs> えーっと、川村、これ、川村さん、佐藤さんの若さの秘訣は何でしょうか。ま,まだは、まだ若い、ね。いくつに見えたんですか。ね <laughs> まだ全然二人とも若いですよ。えー、っと、川村さん、いろんなポジションしてますけど、一番好きなポジションどこですか。はい そんなのは言っちゃっていいんですかね <laughs> とか言ってね言<え> <laughs> だけだったらいいんじゃないですか言っても、ねまあ、好きなのはやっぱり、ね、どうですかねフォワードも好きですけどはい、はい、でもサイドハーフとかも好きですねあ,あの一番得意なのは昔から言ってその、はい、あのベースラインにこう沿って横にドリブルするっていうところで言うとサイドの方が来やすいですかねあれねそうなんで,うそうですねうん。 左が特に好きです。はい,はい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 。あそこのプレーはね、いつも見てて、続々するんですよ、<laughs> あそこへ行くと。ありがとうございます。佐藤さんはどうですか、私のプレーで、私はこれよっていうのこれよっていうですか。う皆、私のこれ見なさいよみたいなところで言うと、どんなプレーですか。うーん、とですね。まあ。自分は。うん、なんですかね。 <laughs> まあ裏まあスピードがある方なんでまあ裏の飛び出しだったり、はい、を見てもらいたいですねはい結構でもホストプレイとかもいけるんじゃないですか <laughs> いやまあ自分背高い方なんですけどうん、うん、まあ体が細いっていうのあってあ<ー>飛ばされちゃうんですよねーはーはーだからなるべくその裏とかうん,うん、うん だったりででもらった方が自分は好きですうん、うん、あなるほどね、はい、今度そういえばあの韓国の、ね、選手2人来て1人フォワードの選手が、はい、ちょっと昇進タイプですけど、はい、どうですか刺激なんかを受けたりします、うん、やっぱりえっと、うん、もうそのフォワードの選手はもうポストプレーがすごくうまくて、はい、なんかすごいフィジカルがあってへえでサイドの、うん、えっと キム、マルちゃんって、ああ、サイド選手ね、はいはいあの人はなんていうんですかね、ボールタッチだったり、なんかうまいですね、パスとか、でもあれ、フォワードの選手って、だって佐藤さんと年齢的に近く同い年です。同い年ですよね、そうですよね、あの系列会見見たいな感じかなって、でちょっといいライバルできましたね。 見習うところはいっぱいありますね、ポ、うん、スがうまい河村、うんうん、さん、どうですか、河村さんもこちょっと、ね、練習、僕も見に行きましたけど、はい、非常にあのコンビネーションがあの、えーと、ミッドフリーダーのもう一人選手ですね、<laughs> 非常にコンビネーションがあってて、はい、なんか見るからに2人でこうお互いを意識しながらボール回してるなって感じがありましたけど、あの時はやっぱり、うん、グリットコートも狭かったのでやっぱり。 言葉通じなくてもっていう部分があったのででもやっぱり大きくなって広くなってフルコートでやるとやっぱりどうしても今はちょっとその部分でみんなこうちょっと通じなくてっていう部分はあるんですけどでもまあやっぱりすごい顔が上がってるのでまあ動き出したらああ。なるほどね、うん 出してくれるっていうような選手なので、はい、うん。やっぱり技術が高いところですよね、顔が上がらないとは、ね、そうですね。はい。でもアンクラスに外国籍の選外国籍選手が来るのは初めてでしょう。初めてです。ですよね。どうですか、そういう意味ではどうですか、こう。まあ向こうも戸惑ってるでしょうけど。ああ<ー>。うん、でもな、うん、戸惑いとかは多分ないよね。うんうんうん、あ,あんまりない。 だいぶ慣れてますよねなん,、うん、なんかみんな、うん、こっちもこっちも私たちもはい、はい、なんかやっぱ来てもらえることにすごいなんか楽しみ、うん、嬉しいっていうなんかすごいプラスなことででやっぱりみんなあのああ韓国語講座みたいな。あの 覚えたての単語を毎日言って、これはなんだよねみたいな感じで<ー>。<laughs> 言ってるような。はい、そうか、いや、僕ら仕事柄の日本に来た外国籍の選手に。ね、まず覚えた日本語ってなんだって聞くんですけど、まず覚えたハングル語ってなんですか。うん、まず。うん、覚え、むる、水。あ、むる。むる。<ー>なんか飲んでいいよっていうのに。はい、はい、はい。 な、水、水って最初言ってて、で、まあ、なんて言うんだろうっていうので、あ、無るねみたいな。感じで。佐藤さんはどうですか。は、初めて覚えた、ハングル語。初めて覚えた。うんうん、アンニョンです。アンニョン。アンニョン。アンニョンみたいな。アンニョンっていうのはないです。なんか。でバイバイみたいな感じですよね。ん何にでも使えるって言ってて、<laughs> ああなんかもう軽く、な,うん、なんか。 伸ばすアニョンって伸ばせばバイバイみたいな感じだし<ー>来た時にアニョンって言えばなんかこんにちはなのか,なかっていうサーリーマン的に言うとどうもですねどうも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 でもそんな感じだと思います <laughs> サーリーマンで言うところのどうもですね <laughs> もうちょっと可愛らしいとは思うん <laughs> ですけれども。えー でも結構そういうのも楽しいですね、し少しずつこうお互いいろんな、お互いえ知らないところもあるし、予算もお互い持ってるしだから、少しずつお互いが分かり合っていくって面白いですね。はい、今、お食事なんかは、時々、一緒に就任されたりするんですか、韓国の選手なんかとも。私はこの間、清原と田頭と5人で、プチ食べ歩きをし、はい、<laughs> しました、えー。なんか彼女たち、厳したタイムありましたか、日本で。 いやなんかずっと来た時になんか何食べたいって言ってたら「寿司たこ焼き」って言ってたのでお寿司に行ってたこ焼き食べ行っていっぱい喋ってっていう感じであなるほど、ねはい、あのこの前聞いた時何て言ったのうどんと焼きうどんとカツ丼って言ってたなあまた変わってましたか,なんか何が好きって言ったらうどんとカツ丼 でもあの J リーガーも韓国から来る選手はやっぱうどんとカツ丼って必ず出てくる韓国の選手好きなもん好きな日本食一番にまあ要するに真っ先に思い浮かぶのはそんなところなのかな韓国もうどんありますけどねそれを言ったら韓国のうどんはままずいって言ってて言した <laughs> <laughs> でもそういう意味じゃ今ちょっと中断中ですけどもまた新しいチームになってで後半戦ね えー、まあ、えー、とアンクロスは勝ち続けなきゃいけない,い,けないですけども、はい、そういう意味では楽しみではある部分もあるんですけど早速カップセルが週末にですね、はい、これですねえっと26日日曜日ですね。 14時会場、16時キックオフで、これ、北九州本条陸上競技場ですね。有料試合で、前売りが1500円、当日が2000円。いつも言いますけども、前売り券を買って、500円は貯金しないで、アンクラスグッズを買うということがね、一番いいと思いますこの日ね、アビスパも試合あるんですけど、えー、と誰か前、ツイッターで言ってたけど、見て戻ってくれば間に合うぞと。えー、かな。 26日はレベスター7時からなので、まあ、車で乗り合いで行ってバッと見たらバッと帰ってくるとちょうど帰ってきたこれに選手が入場してくるという感じだと思いますので、ね、ぜひぜひお時間ある方はダブルヘッダー楽しんでいただければなと思います。えー、前回ちょっとアビスパが悔しい思いした本庄陸上競技,場の競技場なので相手は新潟ですが、えー、この前の分も含めて福岡の因縁を全部こうやっつけてきてほしいと思いますけどね。 新潟っていうと、えー、僕はのあそこにも川村さんがいるんですよね新潟にも<あ>ボランチの、はい、一時違いですかねそうですね。向こうはゆりさんでしたかねゆり<ユ>さんはいえっと向こうの川村さんもこっちの川村さんもやっぱり年が同じぐらいじゃないですか一個下ですね一個下かはいです、ね、それとあとなでしこの上尾辺さんですかね、はい なんかちょっと最後左足なんかしてくるっていう <laughs> そうですね,ね、えーとえー、お二人それぞれ互いに一言で紹介してくださいっていうあのご要求が来ております <laughs> 一言, <laughs> 一言、えー、佐藤さんから見た川村さん川村さんから見た佐藤さんどっちから行きますか先輩あ後輩から行った方が言いやすいか先輩から行った方が言いやすいかってことですね <laughs> <laughs> 人柄ですよね。人柄。いや一言で表せればいいんじゃないですか。ただ一言で書いたらなんでみたじゃないな。私思い浮かびましたね。はい。先輩も思い浮かんでます。え？<laughs> <laughs> え自分から言うんですか。いやとりあえず思いついた方がいいですか。<laughs> はい。じゃあ先輩から。えっと佐藤楓選手は。 超マイペースです <laughs> <laughs> マイペースじゃないですよ <laughs> そんなことないと思いますじゃあとりあえずは <laughs> 反論の前にじゃあ先輩どんな人がどんな人っていうかうまいなるほどじゃあそのうまいところをねまずこのカプセル見せていただいて 佐藤さんもしれーっとマイペースで点を取るっていうは<ー> <laughs> マイペースじゃないですねでもフォワードそうかど,どうですかねフォワードっていろんなタイプあるじゃないですか<ー>一生懸命やってやって点取ってガツガツするのも嫌だけどなんかしれーっとして点取っちゃうやつのもいるじゃないですか <laughs> フォワードっていいとこ取りとかですかうんいいとこ取りっていうかなん,かなんていうんですかね ななこんのみたいそういう取り方から言うと多分相手すげえ腹立つしショック大きいしそのマイペースでそんな感じでいったらですねこうそうですね取りますよってじゃあアルビ戦はいぜひポッていつの間にか取ってるみたいな点を取ってるみたいな感じで頑張りたいと思いますぜひねお願いしたいと思います ああとですね山本由里さんとお母さんによろしくお伝えくださいっていうのがありますね関係ないと言ってますが <laughs> これ誰だなお伝えしておきます、はい、お伝えしておいていただけるそうです <laughs>、えー、よろしくお願いしたいと思いますえー、っと、韓国にもうどんはあるらしいこれ僕食べました韓国のうどんずいぶん昔ですけど、えー、<ー>フランスワールドカップの予選もう古いですね97年かな う、うん、あのチャムシルで日本で入った時に、それに負けたらもうおしまいっていうに言ったんですけど。あのうどん食べましたけど。まあ、韓国の人は日本のうどんがうまいっていうのは、あの実感としてわかります。えー、お二人の活躍はもちろんですが。突然高橋選手にとっては、地元での初の外戦試合なので楽しみです。あ、そうか、高橋さん、北九州ですもんね。はい。うん。磯もです。あ、そうですね。磯金もそうですね。はい 前回の記者九州開催の時は累積で出場停止だった <laughs> へえ出てないんですねもう随分だってあ,あそっかけがとかなんとかしたからなかなか向こうでする機会なかったんですかね試合自体がなかったんですかねそうですねであるっていう時に本当本人もすごい楽しみにしてたんですけど気づいたら累積で出れないみたいなた <laughs> なるほど <laughs> なるほどまあそうですねそういうこともあのサッカーですからあるんですけどねまあいい機会なせっかくの機会だから高橋さんにもね頑張ってほしいところですね、えー、好きな芸能人いますかいっぱいいますよいっぱいいますはい、あ、どどういう系ですかえ男性ですか女性ですかこれ多分男性のこと聞いてるんじゃないですかね <laughs> 男性ですか、はい、女性の方が好きですか ええ女性、聞き方がちょっと違う。聞き方が違う。なんか嫌なんですけど。ちょっと聞き方が良くなかった。男性いうんいっぱいいますよ自分。こうなんかこうタイプ的にこういろいろあるじゃないですか。タイプ的に、まあ伊藤秀明さんとか、はい海猿。はい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 それまでわかりました。あとは。 これでケイスケさん。ああ<ー>。まだいっぱいいるんですけど。はいはい、もうどん,どんどんいいですよ。い,い,いただけだいいあと山本祐介さんとかあとはあとは,あとは水島浩さん。イケメンですね。<laughs> 母とか夫婦言ってるけどだいぶわからない。<laughs> <laughs> わからないですかね。めっちゃかっこいいですよもうみんなさん。 あんまりを。あの。あんまりを。大丈夫。興味がない。っつうか。じゃあ。女性だったら。はい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 。自分は綾瀬はるかさん。ああ、なるほどね。大丈夫です。いけます。いけます。あ、分かってるもん。だって誰だが分かってる。とかですかね。まだいっぱいいますけど。なるほどね。はい。川村さん、どうですか。好きな芸能人。ち、あんまり。ないですね。 ね、え、はい、あ。<今>なんかすいません。<え>あんまりはい、あ。なるほど。僕は基本的に聞かれてないんですけど、僕はやっぱ小泉今日子かな。<laughs> ああ、小泉。小泉今日子,子か。若手だったら荒川絵里ですかね。ああ、はい。自分も好きです、ね。あのすっぴんのコマーシャルやってる人ね。はい あのお茶の CM エやってますよ、ね。そう,すそうです。もともとポッキーだった人 <laughs> <laughs>、ね。ええー、じゃあ、もう時間にも来まし、時間もちょっとすみません。来てしまったので、ちょっと先に告知を。最後また一言ずつお願いしたいと思いますけど。え,えっと、さっきの場に出てきましたけど、今なでしこ、ええー、だんだん二十退会します。えー、っと、これ昨日までの星取り表です。日本グループ A ですね。おっと、来ましたね。えこれですね。 日本は今2戦終わって1勝1分けで勝ち点4、得失点差3で一応グループの首位にいますで。ニュージーランドが同じく勝ち点4、得失点差が1で2位と3位がメキシコが1勝1敗、スイスが2敗ということで残り試合残して最終戦スイスに引き分けるとその時点でグループリーグの突破が決まるという形ですね。まあ、仮ににももしし負けたとととててメキシコニュージージランドのの結果によってはというところなので、まあ、ほぼ えー、予定通りグループリーグは抜けたかなという感じですね。ただま最後まで国際大会なので分からないので、こ、えー、えーと頑張ってほしいところですが、えー、大会公式サイトはえーと日本語でもありますけどこのフィアのサイトのえーとあたりそこに書いてあります。でフィアでも日本語で読めますので、えーえー、ここ行っていただくと日本だけじゃなくて各国のね情報も見れますので、えー、今日ちょっと来る前見てきましたけど。 フジテレビが中継していることがあって、フジテレビののサイトにも載っかっているんですけど、まあ全体の様子見たりとか、あの絵を見たりとか、写真見たりということはもうフアの方がとっても素敵ですので、ぜひ一度ご覧になっていただきたいと思います。それから今後のアンダー20の日程です。はい。えっ、ー、と26日今週日曜日7時から日本対スイス戦 A グループ最終戦ですね。えー、これフジテレビで生中継しています。 その後以降30日、3十日で準々決勝各グループの1位、2位が抜けられますそれから9月4日が準決勝で9月8日が3位決定戦と決勝戦です日本が目指したのはもちろんこの9月8日の国立を行われる決勝戦ですねそこで勝つということだと思いますで現在です、ね、フジテレビと CS 放送のフジテレビワントゥーネクストで放送しておりまして両方合わせますと全試合 富士がなんと中継しているということで、えーえー、富士テレビ地上波の方では日本戦が中心ということになってますけれども、えー、ぜひね、えー、まあオリンピック終わりましたけどもこちらも大切な大会ですのでぜひ応援していただけるとありがたいなというふうに思いますそれからさっきも言いましたけどもう一度肝心な福岡ジャイアンツクラスです、えー、カップ戦の試合があります、えーっと まあ選手たち、いろんな思いをされて戦っていると思いますが、えーえー、片で言をしていただくとやっぱりリーグ戦に向けてどこまでチームを作れるかという意味でとっても大事な試合だと思いますし、えー、そういう意味では本当に非常に意味のある試合かなと思いますのでぜひ皆さん力を貸していただいて、えー、応援していただければなと思っておりますのでよろししくお願いしますでカプセルが終わりますと大事なリーグ戦がまた再開しますので、ね、そちらもぜひぜひあの皆さんの力強い応援を、ね、お願いしたいと思っています。 それからあと今日は講演会のほうからちょっと講演会のお願いがあります。えー、昨日レベスタであのご覧になった方もいらっしゃるかと思いますが、今ですね、アビスパ福岡講演会の方で、えー、福岡の街をアビスパにいっぱいにしようというキャンペーンをしております、えーと。講演会の会員の方にですねミニポスターを手に、ぜひもうあのごひきにされているお店を、ね、回ってくださいということで、このアビスパ福岡が貼っているポスターちょっと一回り小さい。 でここに組織をと入ってますけど、講演会のポスターがあります。これをですね、えー、とにかく街中に、えー、貼ってほしいということで、お願いをしております。えー、訴訟会員によるミニポスター貼りキャンペーンということです。ですね、アビスパのポスター貼れないかなと、なじみの店に行くたびにそうお考えの訴訟会員の皆様、ぜひお願いしますということで、えー、っと、 各ホームゲームの試合の時にですねブースが出てましてそこで受付をしておりますのでぜひです、ね、まず訴訟会員の方はまずテントを訪れていただいて、えー、ポスターをですね持って帰っていただいてですねもうとにかくお声かけられるところについては頭あのお声かけていただいて貼っていただくとありがたいですそれと同時に、えー、やっぱりアビスパ福岡を支えるということで訴訟会員の募集もしております、えー、ぜひですね えー、この機会にちょっとアビスパーを応援したいなという皆さんですね、訴訟会員にもぜひねあの、ご加入いただけると、えー、ありがたく思います、えー、それもですね、こちらもあのホームゲーム行きますとです、ね、公演会のテント出てますので、えー、そこに係の方がいつもあの座って待っていてくださいますので、えー、気軽にこうお問い合わていただいてですね、えー、ぜひぜひご協力お願いしたいと思います。い、あのーまあ、いろんんな思思ももあると思うんですけども、えー あの我々にがお手伝いできることもあると思います、ね、それについて積極的にやっぱり応援したいと思いますのでぜひ皆さん、えー、よろしくお願いしたいと思いますホームゲームはご存知だと思いますけどこの日程です、えー、次が22日、えー、あ2時終わりましたねあとホームゲーム実は多くないんですよねあとね3、あと6試合しかないんです福岡でアビスマの試合は今シーズン見れるのってあと6回しかチャンスないんで、えー、ぜひスタジアムに足を運んでいただいて 講演会テントをちょっとあの訪ねていただいて、あのー、ぜひね、アビスパを支えていただきたいと思います。えー、次の週は26日の松本山鹿線、日曜日7時からですから、えー、ちょっと早めに来ていただいてで、ちょっと講演会テントを覗いていただいて、いろいろとね、話をしていただきたいと思います。えー、私たちの町にはアビスパがある、素子をアビスパ福岡講演会というふうに書いてありますけどね、もうそんな町にしたいと思いますんで、よろしくお願いしたいと思います。 番組を締める最後にですね、お二人にいつも来ていただいた方にお聞きしてるんですけどお二人にとってサッカーって何でしょうか一言ずつこう締めていただいて終わりにしたいと思うんでじゃあ川,島さん川村さんからやきましょうかはい、はい、サッカーとはうん一番大好きなことああなるほどねはいじゃあ佐藤さんどうですかサッカーとは、はい 自分の生活の一部。なるんですね <laughs> じゃあもうその思いをこれから残りカップ戦と竜後半戦に、ね、かけて頂い,いて、えー、と今アンクラスは、えー、今シーズンは残留目標にた向かってね戦ってますけどもね本当ちょっと今前半終わって正直厳しい状況にありますけどここから巻き返そうとしてますんでぜひ本当に皆さんあのまずはスタジアムに足を運んで頂い,いて応援して頂くというのが彼女にとって一番の力になりますので、えー、ぜひね 日程確認していただいて行ってください。あのー、それがまたね一つの力になって、まあアビスを支えるのもアンクラスを支えるのもあのー、そういう意味では同じなんで、えー、ぜひね力をお借りしたいと思いますのでよろしくお願いしたいと思います。えー、10月13日あこれ東京の方かなあさっきのあれですね。あの山本さんにのお母さんによろしくって言ってくださったかと思いますけ10月13日東海で試合があるんですかねこれ。 お待ちしてますってことこなんでじゃあその後でね今日はもう1時間経ってしまいましたけども、えー、最後にその締める人は今日沙織ちゃんがいないので、えー、じゃあ僕が締めたいと思いますがいつも「ワン・ツー・スリー」「なんとか」って締めるんですよ。はいはい、で今日はだアンクラスなので「ワン・ツー・スリー」「アンクラス」って締めたいと思いますんで、はい、え僕がワン・ツー・スリーでいきますからカメラどっちいったらいいですかねこっち真ん中やつですね。 じゃあ、ワン、ツー、スリー、アンクロス,ンクラスどうも皆さんご視聴ありがとうございました。えー、来週は、えー、29日水曜日の放送です。よろしくお願いします。